後ろからも来やった。柏木さんは何やってんだい。キリュウ、俺がここで連中を食い止める。お前一人で先に行け。ニシキ、心配すんな、俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だからいいから行け。あいつを止めねえと風間の親さんにも死んだ橘にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ずあいつを止めろ。分かった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし、行け。Thank you.
やべえぞ、いかれちまってる。いい加減にしとけよ、このガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。Good.
さっさと諦めろ。うわ、隠すぞ。な、まだ。島の海、真島五郎が18人殺しの冴島大河の兄弟分お前ら二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。頭王座の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。そのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいよ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあるんだ。生き方の良し悪しじゃねえ、時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備え思うとるんやったら俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらだな。自分のくだらん生き方を見分け面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃう。ゴルフに女に高い酒、全部くだらねえたわごとだ。そいつを漁ってるうちに俺の背中に背負った罪をえらく言わせちまった。もともと俺は人を殴るのが好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ、殴るのが好きだから殴った。根っからの極道のくせに、いつからかてめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやねん。
前らは殻の一つぼっちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえ、堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。踊らされてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。バカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついたい。ラッキーなんだな。
天野。ああ、余計な真似していたねえぞ、おら。島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。マジば。おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平、そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んだるわ、どうじめ。去。
おとなしく待っとれや。こっちはもうすぐ済む。その次がお前や。マジな。